海上自衛隊が世界に誇る潜水艦や P3C 哨戒機、B1 哨戒機護衛艦の偵察能力ですが、単独で活躍するだけではありません。多くのデバイスと協力して任務に当たっているのです。今回はこの探知能力について詳しく見ていきたいと思います。実は中国の原子力潜水艦なら即発見できるそうですよ。防衛省は2020年6月20日日群島トカラ列島と奄美大島の間にある海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が航行したこと、その潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて海中に潜んだままで通過していったことを発表しました。この潜水艦が通り抜けた海峡は、トカラ列島と奄美大島の領海の間の幅が 10km ほどしかない非常に狭い海域です。位置的にも当然のことながら、日本の接続水域内ということになります。実は、中国は4年前の2016年、平成28年に海軍の艦艇をトカラ海峡に侵入させたことがありました。日本は当然、領海侵犯として中国に抗議したのですが、トカラ海峡は国際法上の国際海峡である。航行の自由が認められている海域だから、日本の領海侵犯には当たらないと一方的な主張を述べるだけで、中国は領海侵犯の事実を認めようとはしませんでした。日本における国際海峡は、一宗谷海峡に津軽海峡と対馬海峡の三あずま水道、及び四西水道五大隅海峡の5つです。これらの海峡は、日本の領海法で公海と認定しているものなので、国連海洋法条約で定義されている国際海峡ではありません。日本が国際海峡と宣言して、他国の船舶が航行できるようにしているのです。そう考えると、狭いトカラ海峡が国際海峡であるという中国の主張は、全くもって的外れと言えましょう。最近、年中行事と言わんばかりに、中国海軍の潜水艦と思われる艦艇が、南西諸島のあちこちで、日本の接続水域や排他的経済水域を海中に、潜ったまま、通り抜けるという事件が多く発生しています。類似の案件で、記憶に新しいところは、2018年1月の事件では、ないでしょうか。尖閣諸島の接続水域を潜航していた093型原潜と思われる潜水艦が、海上自衛隊に追跡された挙句、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去ったという案件です。遁走した原潜は、海上自衛隊に発見されて以降、ずっと逃げ回っていたようです。なぜ、そんな海域にいたのかという理由ですが、尖閣諸島の領有を主張するための行動ではないかという見方がありますが、軍事筋などによると、海自の対潜哨戒ヘリや護衛艦、タブー潜水艦からも、2日間にわたり、アクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて、やめぐなく浮上したものだろうと推測されています。中国原潜がアクティブソナーの洗礼を浴びたのは、この時が初めてでは、ありません。
16年前の2004年、平成16年にも発生していたのです。この時は、091型艦級原子力潜水艦が、石垣島の領海を侵犯した事件でした。当時、海上警備行動が発令され、この潜水艦が、上海沖に逃走するまで、追いかけました。中国側は、しぶしぶと、訓練中の技術的な原因により、間違えて石垣水道に侵入してしまったと、審判を認めた上で釈明したそうです。ご存知の通り、それ以降も、中国潜水艦の接続水域侵入は続きました。海上自衛隊は、沖縄本島うるま市のアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の、海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とする潜水艦探知音響システムを配置、活用しています。同時に、水中を潜航する潜水艦の動向を常時、監視していると言います。このシステムは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機を設置して、通過する潜水艦から発信される音を探知するばかりではなく、音紋や磁気データなどの収集も可能ですから、艦首だけでなく個別の艦を割り出すこともできると言われています。かなりの優れものという感じがしますね。2020年6月の侵入に対して、防衛省は、哨戒機や護衛艦などが追跡して、情報収集と警戒監視を行ったと発表していますが、侵入潜水艦を発見できたのは、多分、この潜水艦探知音響システム、ソソウのおかげではないかと考えられます。南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は、ソージャスを使用することで、海上自衛隊とアメリカ海軍によって常時監視されていると言っても、過言ではありません。このシステムは、東西冷戦時代には、ソ連の潜水艦探知のため、津軽海峡や、対馬海峡などに設置されていたそうです。冷戦時代が終わり、日本とアメリカ共通の仮想敵国は現在中国となりました。このシステムは前述の通り南西諸島で活用されていて、最近では、下北半島から北海道道東までのケーブルが設置され、運用もスタートしているそうです。海自の潜水艦探知に関するテクノロジーは日々開発が進行中で、水中電解センサーや熱感知センサーなどがすでに実用化されているのではないかとも推理されているそうです。熱感知センサーですが、源泉の原子炉冷却排水は周囲の海水温よりも高温ですから、その熱を感知すると潜水艦の存在がわかるはずです。また、通常動力潜水艦のスクリューによって生じる温度差も感知可能と言われています。そして水中電解センサーです。この開発によって、海底設置型水中電解センサーが、すでに稼働を始めていると推測されています。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの、金属があります。これらの金属が、艦内と電気的に接続されている場合、艦内に流れている電気が、海水に電流として流されることになるので、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解が発生します。
ちなみに、この水中電解については、船体から磁気を消す作業を施した。潜水艦であっても、海中を潜航すると、わずかな磁場が発生するので、磁気を隠すことは不可能と言われています。この水中電解を捉えるセンサーが水中電解センサーです。特別な装置も、必要なく、ケーブルそのものがセンサーになるので、その進歩は、目覚ましいものがあります。潜水艦探知音響システムなどの、音響探知システムと併用して、総合的に潜水艦の探知に、使用されている可能性は高いようですね。中国海軍は2018年に国旗を掲げて浮上せざるを得なかった093型。原子力潜水艦の後継艦として095型攻撃型原子力潜水艦の開発をスタートしたと見られています。095型は093型と比較すると、キャビテーションノイズがかなり低減すると期待されているそうです。キャビテーションノイズというのは、物体が航行すると気泡ができますね。それが、原因の音響信号のことです。このノイズが減れば敵に、探知されにくいということになりますね。中国としては、ノイズを減らせばレーダーに引っかからないと、たかをくくったのかもしれません。しかし、前述の潜水艦探知音響システムや水中電解センサーを併用すれば、何ら問題なく、中国船内の探知は可能と思われます。中国がしつこく南西諸島の日本の接続水域に出現する理由は様々な目的があると推測されるのですが、その一つは日本の潜水艦探知能力を探るためという指摘があるそうです。自分たちを追跡する相手の能力を調べるのは当然といえば当然ですが、真心にも敵を知り己を知れば、百戦危うからずと言ってますしね。日本の自衛隊設立の目的の一つは、東西冷戦の中でソ連への防壁という意味がありました。北方領土に礼を取るまでもなく、万が一北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのです。しかし、近年は、その相手が、ソ連から中国に変わりました。北の防衛より、中国がちょっかいを出してくる東シナ海の島嶼防衛が喫緊の、課題となってきたのです。陸自の海兵隊といえる、水陸機動団が新設されて、着々と整備が、進められていますが、中国への抑止力になるまでには、まだまだ時間が、かかりそうです。ということは、潜水艦探知システムが中国海軍への、抑止力となる可能性は、十分高いと思われます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本のステルス戦闘機技術もようやく開発段階までステージが変わってきた。エンジンやステルス性、またはレーダーなど新技術がようやく出揃ってきたと言える。新進でもいろんな機器のテストを兼ねて作られている。XF9Z エンジン、XF5 エンジンを搭載テストを繰り返した。ドッグファイトのテストはされていないにしても次につながる。テストだっただろう。今現在、日本主導での F3 戦闘機量産に向け、同盟国との協議も始まり、量産計画へ向けて協業先を選定している。ではなぜ日本だけではないのか。疑問が出てきた。今日は協業先を詳しく見ていきたい。2020年7月、防衛省が新型ステルス戦闘機 NGF 計画の開発スケジュール案を開示したことが明らかとなり、自国主導を唱える中で、協業先としての海外の航空関連企業の選定に注目が集まっている。そもそも NGF 計画とは、現在、航空自衛隊が運用中の F2 戦闘機を代替する新型戦闘機を開発するためのプロジェクトであり、現行の F2 戦闘機は2035年頃からの退役が想定されている状況にある。その F2 戦闘機も開発計画が始められた際には完全な自国産の戦闘機となるのかが注目されたが、当時のいわゆる第4世代戦闘機の時代にあっても、機関部を中心とした点などから、純国産には至らなかった。F2 戦闘機の外観を見てみれば明らかなように、その機体はアメリカの、当時はジェネラルダイナミクス社、現在はロッキード・マーチン社製で、同社の F16 戦闘機をベースに開発されたものだ。こうした背景を政治的な圧力と断定する意見もあるようだが、機関部などを当時の日本が国産化できなかった技術的な課題とアメリカの航空企業への忖度との複合的な対応だったと見るべきだろう。この F2 戦闘機開発においても、日本側では自国主導の方向性を志向していたものの、各種電子機器類の情報を開示せず、ブラックボックス状態を堅持するアメリカ側に目算を外された苦い経験を持つ。このことが今回の NGF 計画でも、日本主導を唱える上で非常に憂慮されている点だと言えるが、当時とは比較にならぬほど機体単体の性能ではなく、兵器システムの一部と戦闘機は化しているのが実情だ。それだけに、日本が自国主導の方針を掲げること自体が、すでに到底実現は不可能であり、いわば絵に描いた餅の状態であるとの揶揄、批判を受けることにも直結していると思われる。NGF 計画の開発スケジュール案によれば、令和6年度に試作機の製造を開始し、その後令和13年度には、
量産機の生産を開始、F2 戦闘機の退役が始まる令和17年度での実戦配備を進めるとされた。この概算のスケジュールにのっとり、日本側では三菱重工業、アメリカ側ではロッキード・マーチン社、ボーイング社、ノースロップ・グラマン社が協業先企業候補とされ、2020年中に最終決定する予定となっている。候補に名前の挙がっているアメリカ側の航空関連企業では、ロッキード・マーチン社が F-22 ラプター戦闘機や F-35 ライトニングに戦闘機を手掛けている企業で、ステルス技術に長じると見られている。次のボーイング社は、第4世代戦闘機の代表ともいえる F-15 イーグル戦闘機や FA-18 戦闘機を開発したことで、よく知られる企業で、機体に用いる複合素材の分野に秀でていると指摘する声が多い。最後のノースロップ・グラマン社は、アメリカ軍の戦略爆撃機 B-2B-21 を有する企業だが、現在のアビオニクスに必須の各種センサーやレーダー類に優位性を持つとの評価がされているようだ。こうしたアメリカの航空関連企業を見れば、それぞれに長所、イニシアティブを持つ分野があると思えるが、やはり個人的には、第5世代戦闘機の実績を持つロッキード・マーチン社が有力に感じる。ただ繰り返しになるが、現行の F-35 ライトニング2戦闘機でも、ロッキード・マーチン社には、パートナー国として、製造前から資金を、供出したイタリアからも、技術移転がないと、不満の声が上がっているようだ。さらに、防衛省は、こうしたアメリカの航空関連企業以外では、イギリスの、企業との機関部の開発での協業体制を視野に入れている模様で、世界的なエンジンサプライヤーロールス・ロイス社の名が見える。改めて、日本が NGF 計画で実現したい用途が何なのかを考えてみると、F2 戦闘機を代替するには、航続距離の長さが絶対であり、主力戦闘機のF-35 ライトニング2が、この点短いだけに必須となろう。並行して、敵のレーダー網に探知されない高度なステルス性能と、敵の射程距離外からの攻撃を可能とする長射程の空対空や空対艦、空対地の各種ミサイル兵装が譲れない点だと思われる。こうしたステルス性、長航続距離、長距離ミサイルに加え、今後の戦闘システムの基幹となると考えられる遊軍機、艦艇などとの相互でのリアルタイムネットワーク共有がポイントになるのだろう。余談だが、イージス・アショアの配備中止で課題となった敵ミサイルの迎撃手法に関しても、長射程の空対地ミサイルの実用化が一定の有効な対策となるのではないかとも思える。ただし、空対地ミサイルについては、敵地攻撃に該当するとして専守防衛の自衛隊の概念に馴染まない兵器との異論も出ており、まずは政治的に
こうした課題をクリアにする必要があるだろう。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本の潜水艦を視察できるのは、日本の雷神クラスか米軍事関係者以外には、視察できない。最高クラスの機密になるからで、その潜水艦に異例の、視察をしたのを思い出した。スターリングエンジン最後の、そう、竜型潜水艦、青竜2が、スターリングエンジン最終型となった青竜だが、忍者のように潜む。静粛性には優れている。日本領海内を防衛するには適している。では、今回の視察とともに、スターリングエンジンとリチウムイオン電池との比較を詳しく見ていきますね。聞かない言葉になりましたね。今年2020年3月、海上自衛隊では、そう、竜型潜水艦11番艦。鴎竜が就役し、また、10月には、次級となった、太平洋浸水、蓄電池に、リチウムイオン電池を採用したことが、大きく取り上げられた。鴎竜以降の海上自衛隊の潜水艦では、すっかり定着した艦もある、このリチウムイオン蓄電池とモーター、そしてディーゼルエンジンの組み合わせだが、それ以前を振り返ってみたい。とはいえ、そう、竜型10番艦の昭竜が就役を果たしたのは2019年の3月であり、1番艦で、ネームシップの昭竜も、2009年3月の就役と、まだ11年しか経過していない。そう、竜型のさらに前級にあたる、親潮型では、鉛製蓄電池と、ディーゼルエンジンが、推進方式に採用されていたが、昭竜型は、これに加えて、スターリングエンジンを搭載を選択した。これは、当時あった燃料電池とスターリングエンジンを比較した場合、海上自衛隊としては、後者の実用性が高いと判断したためであり、スウェーデンコックムス社のものをライセンス生産して採用する。コックムス社のスターリングエンジンは、スウェーデン海軍のゴトランド級潜水艦に採用され、量産型として、1999年から3隻が就役を果たしており、先行してきた域、依存推進を実用化していた。海上自衛隊でも、これに着目し非対機、依存推進艦の建造を行ったが、本家のゴトランド級潜水艦が、水中排水量でも約1500トンに過ぎないことに。比べ、はるかかに、巨大な銅4200トンの、昭竜型となった。こうした通常動力型潜水艦としては、
世界最大クラスの艦であることも。手伝ってか、2018年に就役した双竜型吸盤艦、青竜の。訓練には、アメリカ海軍の潜水艦隊司令官も同乗するなど、話題を集めた。現在も、通常動力型潜水艦の代表的な存在である、ドイツの214型潜水艦は、ディーゼルエンジンに燃料電池とモーターを用いた。非対機依存推進方式を採用しており、世界的にはこれが標準とも言えよう。214型潜水艦は本国ドイツ以外でもギリシャ、韓国、ポルトガル、トルコなどへ輸出及びライセンス生産が行われているが、いずれも水中排水量は2000トン前後であり、そう、竜型の大きさが際立つ。ちなみに、韓国は、この214型潜水艦を、孫元一級として導入しており、同艦やさらに、その前の209型などをベースに、一応国産を謳う。トサンチャンアンホを建造し、さら近年は原子力推進型の保有を打ち出している。さて、一番艦の双竜から十番艦の昇竜までの10隻は、鉛製蓄電池とディーゼル及びスターリングエンジンの方式で水中の最大出力8000馬力と水中最大速力20ノットを誇った。11番艦の桜竜や12番艦の桃竜では、スターリングエンジンを廃止したことで、これが最大出力5600馬力。水中最大速力18ノットと数値上のスペックでは低下している。これは、瞬間的な推進力の低下は否めないが、鉛製の蓄電池よりも、継続的な推進力の向上が図られた結果、連続航行時間や距離が大幅に、延伸されたといい、実運用上は、トータルな性能アップを実現したという。しかし、こうした、桜竜以降の潜水艦が登場するまでは、そう、竜型の鉛製蓄電池と、ディーゼル、及び、スターリングエンジンの方式は、通常動力型潜水艦の頂点に立つものだったと見てよいだろう。そして、もう一点、海上自衛隊の潜水艦の最大の特徴とも言えるのが、静粛性の高さであり、連続潜航時間や速度では原子力推進型の、潜水艦に及ばないものの、世界でもトップクラスの実力と見られる。原子力推進の潜水艦は、その原理上、完全に機関を停止して騒音をなくすことは、できないが、海上自衛隊の潜水艦は、機関の停止に加えて、様々な吸音の工夫や乗組員の練り度を高めており、その点でも、群を抜いた存在だ。これは、韓国の孫元一級などでも意図せぬ騒音の発生が問題化し、稼働開始以後も、その改修に時間を要したことなどとは真逆に、特筆すべき、完成度の高さであることが、伺える点だと言えるだろう。ただし、軍事兵器として見た場合、それを構成する要素は極力、シンプルであることが、メンテナンスや建造の点からも有利であることは、明白なので、電池とディーゼル、及び、スターリングエンジンの、復権はないと思われる。
今後はこれに加えてさらなる船体のステルス性能の向上や航空機ではすでに実用化が進む分野が水中にも拡大し、小型の無人潜水艇を完成する方向に進んでいくのではないだろうか。そうした無人機の分野では、日本は決して進んでいるとは言えない状況だと思われるのだが、海上自衛隊の主戦力たる潜水艦だけに、そうした方面の明るいニュースにも期待したい。